今回の動画はなるべく短い時間でお求めやすいいいギターをご紹介させていただきます。本日ご紹介するギターはこちら KID SBL1A というモデルです。2014年製になりまして、現在は生産されていません。このギターはヤエリギターと島村楽器さんのコラボモデルになります。 SBL の S は島村楽器さんの S ということです。このギターは人気シリーズ BL モデルをベースに作られています。 BL といえば桑田佳祐さんも BL カスタムをお使いです。一体どんなギターなのか、これから皆さんと一緒に見ていきましょう。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状はいわゆる氷炭型のジャンボボディになります。ギブソン J45 と比べてみます。実はですね、この J45 とボディの大きさほぼほぼ同じなんです。ボディの一番広い部分、狭い部分の数値もほぼほぼ同じ、ボディの全長も一緒です。そしてボディの厚みもほぼほぼ同じです。 J45 と違うところはこのくびれの深さですね。これが深いことによって、こうして座って弾いた時にこの膝の部分に収まりがいいというのも特徴なんです。一見大きそうに見えますけども、案外弾きやすいです。ボディカラーはヴィンテージサンバーストで、このヘッドの裏のみが艶消しになります。トップスプルースの単板、サイドバックはボリビアンローズウッドの合板になります。このボリビアンというのはですね、通称パーフェローという名前の材でもあります。この材はですね、ローズウッドとメープルの間ぐらい、またはローズウッドとエボニーの間ぐらいといった感じで、密度が高くて重たくて硬いんです。一体どんなサウンドがするんでしょうか。サウンドレビュー楽しみにしておいてください。ネックマホガニー、指板とブリッジはエボニー、スケール約645mm のロングスケール、そしてブレーシングなんですけども、こちらエアリーブレーシングと言います。ご覧いただけてる通り、 X のブレーシングにですね、穴が開いています。これはヤエリギター独自で考えたブレーシングだそうです。サウンド的にはスケロップドブレーシングに近い感じです。ナット幅は実寸で約 43mm で、シェープは薄めの緩い V シェープになります。手が小さい方、女性の方にも弾きやすいネックシェープです。ペグはシャーラータイプの5等、そしてヘッドにはヤエリロゴとエンジェルマークが入っています。ポジションマークはドットで、このロゼッタにはアバロンインレイで施されています。そしてこの角ですね、ここにヤエリのマークが入っているのも特徴です。では大切なのがコンディションです。まずマイナスポイントからお伝えしますと、ボディのトップ、細かな打孔傷が若干見受けられます。全部で5箇所の細かな打孔傷があります。まず1箇所目がここです。2箇所目がここ、3箇所目がここですね。そして4箇所目がここ、5箇所目がここです。すべてですね、非常に浅い打孔傷になりますので、こうして一歩離れるとですね、ほとんどわからないぐらいの症状になります。それ以外は多少の小傷、使用感は若干見受けられますが、目立つような大きな傷、ダメージ、リペア歴はございません。製造から10年経った個体と思えば、かなり綺麗なコンディションです。フレットは8割以上残っております。透明リフレットに必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元を決まりません。トラスロットにも余裕があります。弦高は12フレット6弦側、約 2.2mm、 1弦側で 1.8mm と標準よりやや低めのセッティングです。サドル算もまだ十分にありますので、お好みで弦高調整が可能です。以上のように外見のみならず、プレイアビリティも大変良好な個体です。当店で販売するギターは全て厳しい基準をクリアしたものしか販売しませんので、このプレイアビリティに不安を感じる方にも安心してご購入いただけます。ではサウンドレビューです。サイドバックにはあまり見かけないボリビアンローズウッド、一体どんなサウンドがするんでしょうか。じっくりとお聞きください。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。では短くですね、解説をしていきたいと思うんですけども、まずこのギターを総合的に言えばパワフルです。低音聞いてみてください。深いんですよ。まあ、これはですね、このボディがやっぱり大きいせいっていうのがあるかもしれませんね。サイドバックは合板なんですけども、まるでオール単板のような深みというのを感じます。そして中高音です。ふわっと広がるこの臨場感、重厚感、じっくり聞いてみてください。いかがですか？すごくないですか？やっぱりこの広がりというのはこのブレーシングですね。エアリーブレーシング、これがこの豊かなサウンド、ふくよかな音色というのを生み出してるんじゃないかなと思います。そして音色なんですけども、先ほどスペックでも言いましたけども、ローズウッドよりも硬いんですよ。ローズウッドとメープルの間のようなサウンド、またはローズウッドとエボニーの間のようなサウンドとお伝えしましたけども、まさしくそういったサウンドですよね。硬質でしゃっきりはっきりしてる感じっていうのが分かっていただけると思います。一音一音がキラキラっとして、そして粒立ちが良くて、全体的に華やかな感じ、明るい音色というのが印象的です。ドスーンとした低音からきらびやかで華やかなこの中音域、なおかつこのパワフルさ、非常に素晴らしいサウンドだと思います。皆さんはどう感じられましたでしょうか。ではプライスの発表です。まずですね、このギターの新品価格、2017年当時のですね、価格は16万7400円だったそうです。それから約7年経ってますので、もしこれと同じギターを作ろうとすると、今の価格でしたらもう少し高くなってるかもしれません。ではですね、今回このギターの価格発表します。もちろん純正のハードケースもお付けしての価格になります。発表します。9万9000円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。これだけ綺麗なコンディション、そしてこのサウンド、このクオリティです。それが10万円を切って9万9000円、かなりお買い得だと思います。ぜひこんなギター欲しいなと思ってた方は、お早めにお問い合わせいただきますようよろしくお願いします。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、 メール、お電話で受けたまります。コメント欄からは受付してませんのでご了承ください。在庫状況はコメント欄にありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お支払い方法は現金、銀行振込、クレジットカード一括払いです。別途送料はかかりますが、全国通販も受けたまります。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。今回の矢入りも良かったですよね。ジャンボボディですけども、女性の方が弾いてもかっこいいと思います。いいギターです。まあ、といった感じでですね、これからもこういったお求めやすい価格のいいギターバンバン紹介していきます。このコーナーはメンバーシップご入会していただいている方優先に販売していきますので、今ご予算10万円から30万円台ぐらいでアコギをお探しの方、ぜひですね、このメンバーシップへのご入会ご検討してみてはいかがでしょうか。これからもバンバンいいギター紹介していきます。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。だからで散るで散る。